麻雀遊戯王。麻雀遊戯遊王号。麻雀界にですね、新しい遊王号を生み出しまして、時代を先駆けていこうという企画でございます。よろしくお願いします。そして今回はですね、東條プロに一緒に麻雀界の新しい遊王号を考えていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ああ、ということでですね、今冒頭でも説明したんですけども、はい、本日はですね、麻雀界で流行する新しい言葉を考えていきたいなと思いまして、やっぱ世間では常に新しい言葉がね、流行ってるじゃないですか。まあ、特に女子中高生のね、皆さんを中心に生まれて、やっぱこの流行の一端を担いながら、また新しい言葉が生まれてってのを繰り返していくわけですよ。その中からちょっと意見から思ったんですけども、はい、麻雀の用語って女子高生使わないなと思って。まあ使わないですね。中高生がやっぱりなんか麻雀の用語使わないじゃないですか。その最終的に麻雀用語から一般に使うようになった言葉、リーチとかあったらまあ使うかもしれないですけど、やっぱなんかそれ以外の言葉ってあんま使わないじゃないですか。そうですね。たまにこう両面テープっていう人とか、ああそうですね。両面をね、両面っていうか、トイ面とかぐらいですよね。となるとやっぱり。このままじゃちょっと麻雀は流行らないんじゃないかという不安にやっぱ駆られまして、そうなったらやっぱ新しいその女子中高生の皆さんが使うようなね、女子中高生そこなんですね、そうそうそう受けてるのは、まあ、やっぱ、まあ、言葉を流行らせるのはやっぱ女子中高生ですから、まあ、TikTok とかね、そういうなんか感じの、そういうところでちょっとね人気の言葉を作りたいと。で、麻雀業界も今 M リーグが生まれまして、ね、多くのプロの方もね新しくね参入されてきてます。さらに新しい世界を、ね、広げるためには麻雀業界で新しい言葉を生み出していこうと、うん、そして今生み出した言葉を積極的に使ってくれるインフルエンサーがいたらもっと広がるなと思った時に、 おめでとうございます、東條プロ選ばれましたお指名いただいたわけですね、はい、私が、はい、新しい麻雀用語を話すインフルエンサーとして、はい、積極的に今日作ったことを使ってみていただきたいこの発信力がないという悩みを抱えた私がだからあの今年のテーマはもう発信をねテーマにして、ね、うん、はい、これを機にじゃあちょっと頑張って発信していこうかな、はい、お願いしたいなと思います、はい、ということで今回は東條プロと一緒に、ね、女子中高生の皆さんの流行語を参考にしつつですね、はい、新しい麻雀用語を考えていきたいと思います、はい、となってくると最近流行している女子中高生の皆さんのね用語っていうのはちょっとやっぱ調べないといけないなと思いまして、うん、それ東條プロはご存知ですか、そこら辺の言葉細かい、振り方が細かい正直ちょっとこの、ね、お題を見たときに、はい、流行に疎いんですね、私。なるほど、なるほど。あのタピオカに今更ハマってるぐらいなんで疎いむしろ今から流行ってるんで、私の中で、はい、ちょっとこれ自信ないなっていう。なるほど、わかりました。じゃあこれはもう勉強しましょう。エピン君が2019年から2021年、まあ、最近ですよね、あたりまでの間になんか流行っていた、うん、女子中高生の皆さんが使っていたと言われている言葉をちょっとなんかピックアップしましたので、はい、どういう意味かというのをちょっと考えつつ、はい、ちょっと流行に馴染ませていきましょう。体まず。わかりました。そうですね、はい。一旦ちょっと取り入れていかないと。取り入れていきましょう。はい、ということで、まず最初はこちらですね。ピエン。あ、ごめんなさい。ピエンは使います。さすがに使います、はい、でもピエンって古くないですか、これ。ピエンは2019年ぐらいから生まれてて、はい、2019年ぐらいに一番流行ってたんですかね。あ、だからそこに比べれば2年ぐらい経ってはいるんですけど、はい、でもいまだに使う方はいるということ。そうですね、はい、むしろ今更使ってますね、私は遅れてきた遅れてきてるんで、ちょっと流行がすごいちょっと2年越しぐらいに結構来るんで、はい、結構ピエンは、はい、まあ、思考放棄の言葉ですよね、これは。もうすごいかっこいい、はい、思考放棄、そうですね、はい、考えるのやめた時のことが、まあもうはい、嫌なことって考えちゃうじゃないですか、うん、あれがどうでこうでみたいなのを考えるのをピエンっていう言葉で片付けると一切考えなくなるんで、すごい都合のいい言葉です、私の中でめっちゃ研究してくれてる。もういろいろ研究しますけど、でもそうですね、確かにピエンっていう言葉を使えばそこら辺の意味全部いけるよね、はい、もう悲しいピエン、嫌だなピエンみたいな、だからヤバいとかにちょっと似てるのかもしれませんね、使い方が。ああ、かもしれないですね、うん、だからいろんな意味を内包してるっていうことだと思うので、うんうんうん、でもちょっと今のこれもピエンっていう言葉を参考にどうやったらこれを麻雀業界に入れられるのかっていうのをちょっと考えつつ先に行きましょう。はい、次お願いします。続いてこちらですね。ベビタッピは？ベビタッピってこれも流行ってたらしいんですけど、これは何だと思う？ちょっと待ってくださいね、はい、
ベビーはベビースターのベビーですよね、きっと。ベビー、マジで初めて聞いた。ベビータッピー、はい、なんか、ベビー、赤ちゃんの、うんうん、タッピーは迷いましたね。へー、なんだろう、少ないタピオカかな。少ない少ない、ベビー少ないタピオカ、なるほどね。え、ベビーカステラ的な感じかな、それとも。なるほど、少ないベビーのタピオカということで、うん、ベビータッピーだと。そう、なんか少ないとか、ちっちゃいとか、そういう意味かな。なるほど、なるほど。これですね、じゃあちょっと意味をご説明しましょうか。好きになる。ベビータッピーの語源はですね、はい、ベビタピというタピオカ屋さんがあるんですね。その店員さんが、うん、タピオカを注文されてストローを刺すときにベビタッピって刺してたらしいんですよ。うんうん、はあ、はい、そこから転じてタピオカのカップにストローを刺す行為をベビタッピというようになった。へえ、分からんて。もう今タピオカを飲まれてるっていうか、絶対分かるかと思って。いや、もう全然分かんない。ベビタッピの店行ってないですね。もうだから当時のプロは今タピオカにハマってるくせに、はい、ベビタッピって言ってなかったの。言わない、言ってない。言ってない、やばい、はい、全然ついてきてないぞ、はい、これが。もうその状況はピエンなわけですよ。そ、完全ピエンですね、これは。はい、これがね、流行ってたらしいので、だからこれもね、麻雀業界に使えるベビタッピって言ってベビタッピみたいな、はい、なんか打敗できないかなっていう。うわー、すごい鬱陶しいですね、それは。ベビダハイとかいけないかなってちょっと思うんですけど。あ、ベビダハイか、ひよったリーチみたいな。すごい。そうですね、いけるかいけないかも。ひよったリーチをね、もうもう、はい、ベビギリみたいな、ベビギリ、ベビダハイみたいなね、ちょっといけないかな。ガネツちょっと次行きましょうね、はいはい、流行語ね、他にもありました。 KP なんだろう、KP、もう KP って聞くともうコナミパチンコかなみたいな。これ、ね、残念ながら女子中高生の皆さんパチンコ P って略さないんですよ。 P 違うんですね、はいはい、P は、はい、これはですね、まあ、ある言葉をやっぱり略してるわけですよ。あお、あお、出た。これはカレピじゃないですか。カレピ、あ、違います。違うか。マジか、わかんない、どうしよう。すごい、いやいや、でもすごい、そういう感じなんですよ。いや、そういう感じですよね、はい、そういう感じなんですけど、みんなでご飯食べに行った時とか、はい、飲み会とか、あ、分かった、乾杯だ。乾杯正解ですね。乾杯を略して、まあ、KP というと。KP っていう使い方。そうですね。まあ、乾杯と同じ字数なんで、略してない気もするんですけど。略してないですね、結局。まあ、でもそういう、まあ、そういうことなんですよね。やっぱり、ね、はい、そう思ってしまった。ルネサンスとかもうやんないですかね。ルネサンスは絶対にやらない。もうやんないのか。ルネサンスをやってた女子中高生の皆さんは今もう家庭を持ってる気がします。あ、そっか、もうね、今我ら世代はもうね、ルネサンスだったもんな。で、ね、はい、でもこれもね、意外と使えるんじゃないかと。いろんな言葉をこういうふうに言うのは、うんうん、麻雀業界でもできる感じがするなと思いましたので、うんうんうん、ちょっとこれも参考にしつつ、ちょっと、ね、次の用語いきましょう。はい、最高。ああ、最高。ああ、素晴らしい。これはもうね、亀田さんとも麻雀したことありますし。なるほど、そうですね、はい、そうなんですよ、亀田さんが使ってるギャグ、はい、ギャグはもう、はい、最高ですね。最高物って、はい、これはもう私もちょっと存じておりますよ。これもね、非常に使いやすいんですけど、ただ麻雀業界で全部の数字を表したときに、はい、点数計算とめっちゃ被るなっていうのがあって、これ、ね、これ課題ですよね。その難しいところですね。難しいところですね、はい、なんでちょっとこれはさすがにちょっと難しいかなとは思う。まあ、一応勉強しようということで出させていただきました。うん、はい、さあ、そして次ですね。はい、はい、9です。あ、これですね。9です、これですね。ですね、はい、ただこの前、はい、ちょっとファンの方に、はい、あのポーズ取ってくださいって言われてこうやったんですよ、はい、いや、もうそのハートは、指ハートはちょっと古いですって言われて、なんかもう次のハートが出来上がってるらしい。次のハートが、次のハートが、え、なんかどうやるんですかって聞いたら、なんかハートをなんかこうやって作って、なるほど、なるほど。もう今時の子はみんなこうやって作ってるよみたいに。最初こうやって作ってたんですよね。はい。古って言われて。次これやって古いって言われて。指ハートも古いって言われてしまうと。そう。で、なんかもう一個あって、はい、もう一個が、こんなんだったかな、違うな。なんかこん、あ、もう、全然使えてないですよ。人差し指と中指で。あ、あ、そうそうそう、こうだ、こうだ、こうだ。キュンですよ、こう、ときめいた時にね。うん、キュンです。まあ、使うってことですね。ポケットからキュンですね。流行らしてもね。ポケットからキュンです。まあ、ありました。うん。なんで、まあ、ただこれ、キュンですっていうのは、まあ、
多分上がった時とかに使えるかもしれないですけど、それだとキュンですなので、マージャン用語じゃないなと。あ、確かに難しいところですよね。なんでちょっとこれもね、使いづらいんじゃないかと思いながらちょっと次ですよね。ピエンカオカドスコイノスケ、いや長いなこれ長いぞ。これ一応のピエンのパワーアップバージョンというのは、うん、ピエンの進化版ですよね。こういうふうに言葉が進化する場合もあるぞという。ああ、ピエン超えてパオンはしてたんですけど、はい、まあ、そのさらに上なんですかね。ピエンカオカドスコイノスケって、いやもう言葉長すぎて、はい、これどういう心境の時言えばいいんですかねもうこれ言ってる時点で結構元気ですよね。そうですね。だからこれどういう時に使うかっていうと、多分ピエンと同じ時だと思う。あ、まあまあ、そうですね。感覚的に多分そういうことなんですけど、もうちょっとピエンより感情高まった時にもうピエン顔かドスコイノスケみたいな。そうですね。あ、言わないな。そうです。だからこれもね、麻雀で使うとしたら何だろうと思った時に、なんか宝珠顔かローノスケみたいななかなかやっぱ難しいなと、いろいろと考えた結果、うん、先ほどの KP のような形、そうですね、はい、うん、あれがやっぱ使いやすいんじゃないかっていうのをちょっと思いまして、うんうんうん、でこれ試しにですよ、いろんな麻雀用語を訳してみました、さっきみたいな感じで。それをちょっと東條プロに見てもらって、うんうん、これは何を略してるかっていうのが分かるかどうかっていうのを、もしそれが分かって言えるんだったら、これも流行語に使えるんじゃないかなと思いました、ね、なるほど、はい、ちょっとそれ見ていただきたいなと思いまして、はい、はい、ちょっといきますね、はい、HMはい、BM、はい、YM、はい、なんかもうすでになんかメーカーでありそうな名前ですよねこれメーカーっぽいんですけども、まあ、HM、BM、YM が一番いいというか高いというか、いや一番上が、はい、ハンチャンマージャンとかかなと思ったんですけど、そう M って結構マージャンで略すことが多いんで、はいはい、マージャンじゃないってことですよね、なんかいいとか言ってるってこと。そうですね、マージャンではないですね、はい、上がった時とかにこれ HM かなって。いや本当に分かんないですねこれ、どうしよう。ということはやっぱこれはやっぱ浮かないですかね。え、全然分かんないです。一応これあのハネマン、バイマン、ヤクマンな感じ作ってみたんですけど、それかやばい、もう私謎解きも得意なはずなのにこういう感じでこう出してみるので、はい、どれが心に残ったかっていうのをちょっと見てほしいですね。はい、うん、ちょっと次いきますね、うんうん、はい、あ、なんだこれ、もう本当にマジトップ欲しいみたいなマジトップ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 みたいな、マージャン、はい、ときめき、はい、プレゼント、よくわからない、結果的に宝珠ですか、まあ、そうですね、マージャン、結果的にマージャン、あ、でもいいですね、宝珠をマージャン、ときめきプレゼントって言うのがすげーいいはい、そして略して MTP、うん、そう、それで MTP それでからのキュンですみたいな、結果キュンですって、結果キュンですみたいな、マージャンの人気プレゼントをもらった結果キュンです、うん、最初に作った側としては、はい、メンタンキュンだったんですね。はあ、はい、なるほどなるほどなるほど、うん、これ訳もちょっと訳してみたらどうかということで、メンタンピンか、はい、言われればわかるな、うん、ただマージャンときめきプレゼントは、はい、ちょっといいなって思いました。マージャンときめきプレゼントを宝珠の代わりにそういう言い方するっていうのはそうですね、なんか、うん、宝珠って悲しいことかなって思いつつも、はい、でも実はこんなときめくプレゼントなんだよみたいな、マージャンときめきプレゼント差し上げてるんだぞっていう、そう、捧げてるんだよみたいな、やられたわけじゃない、差し上げてるんだぞで、こんな感じでちょっと次を見てくださいね。はい、次 NYニューヨークですね、ニューヨークですね、ニューヨークです、なんだろうこれマジで、はい、の多分なんか、まあ、対局中に上がった時に言う感じですかね、 NY です、 NY です、上がった時にロイガイを言うっていうことは、はい、煽りですかそんな怖い流行語が作ってるんだ、なんだやってんな、違うな、はい、なんかやってんなですね、なんかやってんなみたいな、これでも得点です、得点を略してみました、何点何点ですっていうのをちょっと略してみました。今回は24000ですね、24000か、そうだ、これを NY にしてました、やばいな、本当にもう脳がおばあちゃんだよ我々流行語を作りたいのであって、あの、はい、決して脳トレをしてないと思います、そっかちょっと趣旨変わってきちゃったじゃあ次に、ね、はい、DBS、もう D はもう本当にドンとしか出てこないですよね、こういうのって。どんだけバカやっても最後上がりゃいいんだよ名言じゃないですか励ます
言葉。励ます言葉ですね。結果オーライだぞっていう時に使う言葉ですね。そういうことだぞっていう話のが近いですかね。うん、はい、で、お、で、で、でだ、それ。そのままで、でか。はい。出羽祭だ。お、出羽祭。素晴らしい。出羽祭。DBS って言いながら上がるってことですね。そうです。そうです、あの、人のその報酬を見て、おい DBS! おい DBS! みたいな、やばい、ひどい、ね、はい、で、おい、そんな上がり方ないだろうって言われたら、どんだけバカやっても最後上がれないんだよって意味では DBS を使うんです。 DBS で掛け合いができるんですね。 DBS 掛け合いDBS だけで喋れるだこれがちょっと、あの、なんですかね、使いやすいのかもしれないですね。うん、はい、で、まだね、何個かのちょっとパンパンと言ってますね。はい、はい、はい、これ君君KMI 君これまあ状況ですよね。状況、状況ですね、はい、いろいろとね、こう揃えて揃えて、ああ 今この状態だみたいな。かなりまずいイーシャンテン、はい、かなりまずいイーシャンテンは崩した方がいいけどでもイーシャンテンは当たります。当たり、当たりです。イーシャンテン当たりなんですね。イーシャンテン当たりです、はい、何かの役満のイーシャンテンです。え、役満、あ、国士無双。そうです、国士無双イーシャンテン KMI だ、はい、国士無双イーシャンテンだいぶ状況限られますけど、あ、でもそしたら、うん、イーシャンテンなしにして国士無双 KM でもいいかもしれないですね。あ、そうです、国士無双としては KM でもいいかもしれないですね、うん、確かに構想対局とかで解説の人が今 KMI ですねっていう、確かに解説しやすい、解説がちょっと使い出したらいいんじゃないかなっていうね。もうイーシャンテンを愛って言い訳し始めるみたいな。そうです、今愛ですよ、今愛ですみたいな。そうです、次にASR、 これはですね、今まで例えば国士無双イーシャンテンで KMI とかデバサイで DBS とかでしたけど、うんうん、どちらかというと、今まで東条プロが言ってくれてた、どんだけバカやっても最後上がりゃいいんだよとか、はいはいはい、NMI を何かやってんなとか、はいはい、そういう感じの言葉です。あ、まあ、じゃあ雀荘とか で、まあ、でよく聞かれるんですけど、まあ、そういう言葉っぽいやつをちょっと訳しました。へー、なんだろう、パッと思いついたのが、はい、明日があるさR を R も使ったんですね。明日が R さ、そうそうそう明日が R さ、すげえポジティブに使ってくれるんですか。これ普通に女子中高生が使ってくれます、はい、あ、お、はい、あ、それロン、あ、正解、お、素晴らしい、素晴らしい、あ、それロンです、残った、はい、なんか言葉にする方が得意かもしれない。なるほど、流行が馴染めてきましたね。馴染めてきました、今入ってきた、はい、素晴らしい、おー、嬉しい、はい、さあ、じゃあ、あと2個ありますね、続いてみましょう、はいはい、さあ、これで TSK の、助けてすごい、発想力すごいですよ、やっぱパッと見た時の適用が毎回すごいなと思うんですけど、すぐ出てきちゃう、助けてじゃないんですよ、助けてじゃない、これは雀荘で使います。雀荘で何かが欲しいと言いますね、まあ、店員さんに言う感じ。店員さんコーヒー、あ、し、あ、店員さんコーヒー、しかもコーヒー C だな、店員さん、はい、川しご、あーあー、惜しい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 っていうか、状況はそんな感じです。あ、へえーはい、え、ちなみに店員さんは合ってます？これ店員さんじゃないです。違うんだ、はい、でもそのおしぼりが欲しいっていうのは合ってるんですよ。あー、手が汚れたので、はい、長文最初の T でだいぶ文字取りました、長文。あ、え、厚脂肪、厚脂肪、爪脂肪ください。あ、正解です、爪脂肪ください。あ、爪脂肪くださいだ、爪脂肪くださいですね、爪脂肪くださいでちょっと TSK 作ってみたんですけど最終的に店員さん、かわしぼくださいって言って万能ですね、イニシャルを取るって万能ですね、素晴らしい、はい、もうなんとなく雰囲気だけさせてるってことですね、でもそうですね、させてますということは、TSK って言えばなんかわかんないけど、店員さんはおしぼりを持ってくる可能性があるおしぼりはくれることですね、はい、で、最後です、最後こちらですね、KAA、 うわか、はい、なんだろう、これもまあ店員さんに言いますかね。あ、はい、あ、いやでもそれ C だもんな、やっぱり一回言ってみてもらっていいですか。結構、はい、C あるのが AA がありありなんですよ、ありありに、はい、だとすると K は何でしょうか。氷なし、氷なし、なるほど、違います、違うな、はい、最初登場から何だと思いました。コーヒーありあり、コーヒーありありで、うん、そうなんです、それで作ったんですよ、はい、コーヒーありありでで経営を作ったんですけど、あ、はい、さっき登場プロが T
TSK の時に、はい、コーヒーはシーだもんなって言ってて、はい、インピングはずっとゾッとしてました。やべえ、作っちまったよと思って自分で言いながら最後の確認した時にやばい、ゲーム作ってると思って。あーやばい、はい、すいません、なんか本当 CA のつもりで作ったんですけど。あ、そうなんですね、はいはい、コーヒーありありでのつもりで作ったんですけど、はい、あ、C でしたね。 C だったんですね、はい、あ、なるほどなるほど、重ねてお詫び申し上げます。でも CAA だとしたら、はい、ありありっていうのはこう AA で分かりやすいですよね。もうめちゃくちゃ分かりやすいですね。うん、これ CAA はちょっとありな気がしますよね。うん、なんかあの一般的にもコーヒーありありって頼む人いるじゃないですか。ありありなって言っちゃいますね。マージャンのありありルールから来てるところなんで、それはありですよね。え、これ使えそうですよね。うん、使えそう。ということでですね、このような形でちょっと略語をいっぱい作ってみたんですけど、はい、どれが一番流行りそうですかね。この、はい、MTP、マージャンときめきプレゼント。ママの年単語 MTP、はい、NY2004 戦 DBS デバサイ、KMI 国士無双イーシャンテン、まあ I でイーシャンテン、 ASR でアソレロンです。 TSK 詰め指導ください。で CA コーヒーありありで、いや難しいのが、はい、中高生ですよね。そうなんです、中高生女子の、はい、ありあり頼まんだろうな。だから中高生だとするともう明日が R さんが一番使えるんですよ。ASR が一番使えるんですよ、ね、なんか落ち込んでる人がいたら ASR、はい、ASR って LINE に送っとけばいいですもんね。はい、ってことはもう ASR ですからね。これをちょっとですね、マージャン業界発祥のマージャン業界の流行語として、はい、ちょっとこの先できればあの東条プロにですね、インフルエンサーとしてちょっと発信していただきたいと思います。なるほど、分かりました。ASR、はい、この動画が出たタイミングで、はい、ASR ってつぶやいとけばいいですね。ASR つぶやいてください。何かこのあの落ち込んでる人とかがいたら、あの引用ツイートで ASR って言って、はい、あのこれなんだってみんながいらしたときに、明日が R さんだって。これを使って、麻雀業界からの流行語だぞっていうのを、最初に女子中高生の皆さんが使ってくれるまで、ちょっと早らしていきましょう。もうこっからね、はい、ここが根源なんだぞっていうのを。ここで生まれたんですよ、ASR が。明日があるぞ、ここで生まれたんだぞっていうことで、1年くらい使って流行らなかったら明日があるさということで締めていきましょう。はい、いやでも素晴らしいのが生まれました。ありがとうございます。よかったです。楽しかったです。楽しいですねこれ。また考えてね、また流行語作るときは東条君にお願いしますので、よろしくお願いします。ちょっと意外と流行語もいけるんだなっていうのが分かった。いける感じしましたね。よろしくお願いいたします。ということで本日は東条プロありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が良かった、面白かった、あとはですね ASR を早速使うと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。はい、ということで今日はここまで。またねー。ここから始まる。